だけどもう一つはね、今日の流れとしては僕はこうグループサウンズ出身で申し上げたんで、グループサウンズっていうとね、まあ覚えてらっしゃる方もいらっしゃいますし、全くっていう方もおられると思うんです。その頃大学受験が忙しくてそれどころじゃなかったんだよ、うん、で暗い青春を送った方は遅くありませんよ。今からでもね、こちらのお風呂に入ってさっぱりしてからいろいろと楽しいこれからね人生を送ってもらいたいなと。そんなに背筋伸ばさない、ゆっくり座ってください、ね、でもあのね自分の姿勢ってのはあるからごめんなさい、だと思いますけど、まあ、そのグループサウンズものの中で、まあ、僕が一番仲良かった人で、大好きだった、まあ、お兄さん的タイプの方でブルーコメンツの井上大輔、まあ、忠夫さん、残念ながらお亡くなりになったんですけども、僕は大ちゃん大ちゃんと呼んでました、大ちゃん大変可愛がってくれて僕の歌なんかも好きだなんて言ってくれて、よく対バンやった時足部なんかでよく見に来て聞きに来てくれたりしてました、嬉しいです。まあ、彼に敬意を表し、なおかつグループサウンズというとやっぱりこれが一つの大きな大きなマイルストーンであり代名詞になっている、この曲をまず今日は初一行ってみたいと思います。あ、そうか、まだ来てなかったんで、そうです。じゃあ大ちゃんに送る曲です。皆さんにももちろんプレゼントさせても含めて自分じゃこんなもんかなと思ってますけど、僕も随分変わった人間とか、
時としては、年配の背の低い女性からですね、ほとんどの男性はあまり高くないですけども、怖いっていうね、怖い、横通るの、ここでもすれ違うと、こういう方もいらっしゃいますけど、まあね、やっぱりこう、アメリカではこれ、M とか言わない、L だけども、そんな大きくないよね。アメリカの L ってすごいでかいですからね、お尻こんな感じでね。まあ、別にそれはそれでいいんです、幸せですけど、まあ、ブルーシャト、途中で大きな拍手をいただいちゃってありがとうございます。やっぱりこういう曲っていうのは自分の中で今特にこのイントロがね、オケの場合じゃないけど絶対できないイントロがかかりましたけども、このイントロの部分っていうのはブルーシャトは絶対的にこのイントロにインパクトがありますね。イントロっつってもなんだそれと思ってらっしゃる方もいらっしゃるけど、中トロの反対ってわけじゃないですけど、イントロダクション、曲が始まる前、自分の、まあ、いわゆる曲のメロディーに入る前の前奏というものだね。リリロリラ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 サララトリラトリラ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 、いいですよね。この曲には生命力がいろいろあります。まあそうなんですけども、グループサウンズものを少しここでやってみたいと思います。